皆さんこんにちは。今回は6月4日から14日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースでは品川子ども食堂フォーラム2018の話題をお伝えします。トピックスでは品川区と東京都下水道局の合同パトロール、風水害初動活動体制訓練の話題を、今回の風景は品川区を飛び出し神奈川県山北町の初夏模様をお楽しみください。その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。品川子ども食堂フォーラム2018が行われました。まずはその話題をお伝えします。6月9日キュリアンで品川子ども食堂フォーラム2018が行われ、区内の子ども食堂の活動に関心のある企業や区民が参加しました。このフォーラムは品川子ども食堂ネットワーク、品川区社会福祉協議会、品川区が共催、子どもの居場所である子ども食堂を継続的に地域で支え育てるために、支援の在り方や子ども食堂の取り組みを紹介し、イベント参加者の理解を深めることが目的で、テーマは地域で支え育てる子ども食堂です。開会にあたり浜野区長が挨拶しました。子ども食堂、子どもたちが集まってその食事を一緒にするという場面を作ってくださるということは本当に意義深いことだというふうに思っています。そういうその家庭的な温かさというものを食べる時の雰囲気として作ってあげたいというふうに思っておりますので、どうぞ皆様方の ご理解やご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。イベントホールでは法政大学現代福祉学部の湯浅教授を講師に招き、子ども食堂と地域企業の関わりをテーマに基調講演を実施。またクロモン子ども食堂を運営する臼場さんが進行役、子ども食堂双葉の小野さんや子ども食堂活動に協力している企業の社員をパネラーとしてパネルディスカッションも開催。それぞれの立場で子ども食堂の役割や課題などについて語り、情報共有を図りました。その他品川子ども食堂ネットワークによるパネル展示や相談コーナー、子ども食堂ご飯試食会などの自主企画もあり、会場は大勢の来場者でにぎわいました。どうしたらやれるんだろうかという相談が多かったです。でそれは割と女性が多く、品川区というのはこんなに元気な女性がたくさんいるんだなという印象でした。いろんな人と出会えて、一緒に同じように子ども食堂をやっている方たちとも話ができて、バリエーションに富んだ人たちと話すことができて、自分たちのためにも良かったと思ってます。続いてはトピックスです。台風や集中豪雨が発生する季節を前に区が行った取り組みを2つお伝えします。6月12日品川区と東京都下水道局が浸水対策パトロールと啓発活動を行いながら、戸越銀座通りの雨水桝を点検しました。これは東京都下水道局が定める6月の浸水対策強化月間に合わせて毎年実施、区民へ浸水の備えをお願いするとともに下水道施設の総点検をしています。
雨水ますや側溝の周りにゴミがたまったり、上に物が置かれていたりすると、雨水は下水道管に流れ込まず、浸水する危険性が高くなるため、戸越銀座通りをパトロールしながら、雨水ますの点検と清掃を行いました。品川区では防水板の設置や雨水利用タンクの設置に対して助成制度を設けているほか、水防用土のうを区内各所に配置していますのでご利用ください。6月13日、区役所で風水害初動活動体制訓練が行われ、浜野区長以下総勢130人の職員が参加しました。速やかに区民へ周知されたい。この訓練は台風や集中豪雨などが多く発生する季節を迎えるにあたり、風水害初動活動体制と応急対策能力の強化を図るため毎年実施しています。今回は局地的な集中豪雨により区に大雨洪水警報、強風雷注意報の発令、その後土砂災害警戒情報が発表されたと想定。応急対策本部の設置、運営訓練や避難勧告対応訓練のほか、発電機や排水ポンプなどを取り扱う訓練を行いました。またケーブルテレビの臨時スタジオでは、浜野区長が区民へ避難を促す報道発表の訓練をしました。避難されることを勧告いたします。訓練終了後、浜野区長は、大雨はピンポイントで降ることがありますので油断ができません、区民の安全安心のために心の準備も含めしっかり対応できるよう日頃から準備してくださいと公表しました。次は豊陽の森学園、オリンピック・パラリンピック教育の話題など学校・幼稚園の話題を4つ続けてお伝えします。6月4日、豊陽の森学園の5年生から9年生を対象にオリンピック・パラリンピック教育が行われました。この授業はオリンピック・パラリンピックの起源や歴史、意義を理解し、東京2020大会へ積極的に自分も関わりたいという気持ちなどを高めることが目的です。講師はフェリス女学院大学の和田教授。近代オリンピックの創始者ピエール・ド・クーベルタン男爵の思いなどについて解説しました。児童・生徒らはオリンピック・パラリンピックは金メダルを目指すだけの単なるスポーツイベントではないというオリンピズムの精神について学んでいました。6月8日、城南幼稚園の園児と城南小学校の 1,2 年生が荏原神社の例大祭に合わせてお祭りごっこを行い、園児、児童、保護者、町会関係者などおよそ400人が参加しました。最後まで盛り上げていきましょう。この日は幼稚園児の出し1台を引いたほか、園児手作りのおみこし2基、平成16年に学校創立130周年記念に地元有志から寄贈された城南みこしと児童たちの手作りのおみこし9基を担ぎ、旧東海道南品川を練り歩きました。手作りみこし9基は2年生がそれぞれテーマを定めて作成したもので、地震起きませんようにみこし、勉強頑張るみこしなどの名前がついています。園児児童たちは祭りと書かれたお揃いの斑点に身を包み、お祭りモードいっぱい。地元町会の皆さんも応援に駆けつけ、品川拍子の太鼓や
上の根で雰囲気を盛り上げていました。区内に大使館があるインドネシア共和国の大使夫妻らが6月8日鈴ヶ森中学校を訪れ、8年生に国際理解教育をテーマに授業を行いました。この日同校を訪れたのはアリフィン・タスリフ大使や大使夫人、東京インドネシア共和国学校のロシアナ・スシアンダリ校長と生徒たちなどです。はじめに大使が、今年はインドネシア日本修好60周年です、この友好関係をますます発展させていきたいと思いますと挨拶。続いてインドネシアの人口、言語、食べ物や文化について生徒たちに説明しました。その後東京インドネシア共和国学校の生徒が中心となり、インドネシアの民族舞踊を披露。また鈴ヶ森中学校の生徒たちが授業や部活動の様子を紹介したり合唱をしたりと、生徒たちは楽しみながら交流を深めていました。最後に生徒代表から大使夫妻へお礼の言葉と花束が贈られ、国際理解教育の授業は終了しました。6月13日、品川学園の4年生が新馬場駅前のニコニコガーデンにカンナの苗を植え、品川平和の花壇が誕生しました。品川平和の花壇事業は、平成26年度の中学生広島平和施設派遣生の提案で実現したもので、多くの世代に比較平和について考えてもらおうというプロジェクト。区立中学校をはじめ、五反田文化センターや大井町駅西口の平和の誓い像周辺などに品川平和の花壇が整備されています。カンナの花は広島原爆投下から1ヶ月後の焼け野原に咲いたことから平和の花と言われています。児童たちは造園会社の方から植え付けの方法を教わりながら、2人1組になって協力し、20株のカンナの苗を植え付けました。区内の四季を紹介する品川の風景。今回は品川区を飛び出し、神奈川県山北町の初夏模様をお楽しみください。次は大井第三地区、昔の遊びをしませんかなど地域の話題を続けてお伝えします。6月10日ウェルカムセンター原交流施設で昔の遊びをしませんかが行われました。このイベントは大井第三地区支え合い活動会議が主催。子どもから高齢者まで幅広い世代間の交流を図ることが目的です。
会場では竹とんぼ作りや輪ゴム鉄砲作りなど昔ながらの遊びコーナーがいっぱいです。子どもたちに指導するのは町会や民生委員、児童委員などの皆さん。けん玉やベーゴマのコーナーでは子どもたちに負けないくらい遊びに熱中していました。当日は親子での参加も多く見られ、昔の遊びを楽しみながら家族、友達、地域の絆が深まるイベントとなりました。6月10日青少年対策荏原第四地区委員会主催の親子バス俳句が行われ、地域の親子など113人が参加しました。このイベントは青少年の健全育成と地域コミュニケーションの向上を図るため開催されました。最初は山梨県にある農園でさくらんぼ狩り、赤く実った今が旬のさくらんぼを参加した皆さんは美味しそうに食べていました。またおよそ200種類のハーブと季節の花々が咲き誇るハーブ庭園旅日記や笛吹川フルーツ公園を訪れるなど、初夏の一日を親子で楽しめるイベントとなりました。次は品川水族館の七夕祭り2018の話題など続けてお伝えします。品川水族館では7月7日まで七夕にちなんだ期間限定イベント品川水族館の七夕祭り2018を開催しています。水族館入り口では天の川をデザインしたイルミネーションと七夕飾りが来館者をお出迎え、特設の七夕水槽では白い斑点模様と背びれの後ろにある目玉模様が特徴の霜降り七夕魚、観賞魚として人気の天の川天竺鯛などが展示されています。また水槽の横には短冊コーナー、願いを書こうのコーナーも設けられていますので、七夕をイメージした魚を見ながら願いをかけてみてはいかがでしょうか。6月14日武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開発事業の施設建築物新築工事の起工式と祝賀会が行われました。この事業は都市再開発法に基づく法定事業で、関係権利者が武蔵小山駅前通り地区市街地再開発組合を設立して実施、平成17年7月に準備組合を設立し、平成26年1月に事業の都市計画を決定、平成28年4月に組合を設立し、平成29年6月権利返還計画の認可を経てこの日の起工式となりました。同組合の三沢理事長は、武蔵小山の新しい街づくりのために周辺の再開発を地域の方々と一緒に頑張っていきますと挨拶しました。今回のニュースは以上です。さて次回は7月7日から第120回品川区合唱祭の話題などをお伝えします。この後は特別番組と区からのお知らせをお送りします。引き続き品川ホットホットをお楽しみください。